リメディアル、リメディアル教育とは、学習の遅れた生徒に対して行う補修教育、治療教育のことで、特に大学教育を受けるにあたって不足している基礎学力を補うために行われる教育を指す。基礎学力の不足する学生、すなわち、以前ならば入学試験に合格しなかった学生が、大学に入学してしまっていることから、 大学の授業が理解できない学生を救済する目的で始まった。平成元年からの相次ぐ学習指導要領の改正によるゆとり教育での履修科目数減少、授業時間数減少、大学入試受験科目数の減少、大学入試の多様化、少子化による18歳人口の減少などが大学生の学力低下の原因として挙げられている。日本の大学における リメディアル教育を、米国のカレッジでは、デベロップメンタルエデュケーションと称し、日本リメディアル教育学会の英語表記は、ザジャパンアソシエーションフォ t デベロップメンタル e l o p m e で、ある。デベロップメンタルエデュケーションには、発展させるための、次の段階に進むための教育、といった積極的な意味を含む。しかし、英語の、ラミティルには本来、治療上の、救済的な、 修正的な、強制する、改善する、補修的な、といった消極的な意味が多く、日本では補修あるいは歩行が原点であることに起因する。ありがとうございます。